じゃあ、ウィーク4発売アイテム見ていきたいと思います。今週はシプリーム24年 SH シーズンのウィーク4ですね。スケートブランドのトイマシンとのコラボが発表となっております。それから、レギュラーアイテムも決まりましたので、今日はアイテム1.1点1点見ていきたいと思います。はい、こちらはシプリムプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。えということで、ウィーク4発売アイテム決まりました。今週はスケートボードブランドトイマシンとのコラボと。 ということで発表となっております。トー,ーマシンはユニークなキャラクターのアートワークが人気のスケートボードブランドということで、こちらのロゴマークのスケートブランドということなんですけれども、シュプリームも元はスケートブランドから始まってますんで、まあ今も一応そうなんですけれども、スケートブランドとのコラボっていうのはよくやりますね。スラッシャーであるとか、スピットファイヤーとか、あとアンタイヒーローなんかも過去にはコラボしておりましたが、今回はこの トイマシンというブランド。このキャラクターデザインで可愛らしいキャラクターデザインで人気のブランドということで、トイマシンとのコラボが発表となっております。で、ルックブックも出ておりますけれども、早速アイテムから見ていきたいと思います。まず、フォレザーベストということで、今回はこのフェイクのレザーなんですね。フェイクレザーのベスト。でバッグに正常機、 月のトイマシンのロゴデザインが大きくデザインされているというジップアップのレザーベスト。えー、フェイクなのです。まあ、そんなには高くなさそうですけど、まだ価格発表前なので、えー、価格はまだわからないですけれども、えー、それからハリントンジャケット出ますね。えー、春に最も使い勝手が良さそうなアイテム、ハリントンジャケット。ちょっと羽織るのに、まあ、裏も付いてないような1枚の え、ジャケットでしたね。スタンドカラーの。で、今回はこのレオパード柄とオレンジとブラックという3色で出るんですけれども、え、これも同じく長期のキャラクターデザインが左の胸のところに入ってるというハリントンジャケット。使いやすそうですね。えー、というハリントンジャケットも発売予定。それからもうセットアップでパンツも出ますね。ワークパンツ。 ワークパンツもかっこいいですよね。このレオパード柄なんかも発売になりますけれども、カラーはジャケットと同じく、あとブラックと、えー、レオレンジか。オレンジが発売予定になっていると。えー、で、ワークパンツはバックにこの、えー、モンスターのロゴデザインが、えー、入っているというワークパンツ。えー、そして、えー、ジップアップフでッえエーター。これはあの、ルックブックで、えー 今シーズンの初めからもうブルーの方は公開になってましたね。で、これ、このモンスターのデザイン、これは今回シュプリームの公式インスタグラムの方でもプロモーションビデオ流れておりましたけれども、96年に公開になった Welcome to Hell というトイスマシーンのオフィシャルのプロモーションビデオ、そちらの方でオープニングでこう流れてたアニメーションですね。この非常に怖いモンスターのアニメーション。 これを落とし込んだデザインになっていると。え、フード付きのセーターということで。え、ジップアップセーター。かわいいですね。かわいい。うん。かっこいいですね。え、で、まあ、ブラックとロイヤル。この2色で発売予定になっていると。でそれから、え、フーディーと、あと T シャツ類。で、フーディーも非常にシンプルにロゴが入っていると。で、今回あの、え、その、トイマシーンのロゴデザイン。ちょっとこれちっちゃいですけど。 というマシーンっ,てなってるんですけど、ここがシュプリームになってるということでかわいいですね、このフーディーも。4色、えー。非常に発色のいいピンクとか、あとオリーブとか、その辺のカラーも出てくると。あと定番のブラックとヘザーグレーですね。えー、それからデビルキャットティ、えー。このブランドは結構いろんなキャラクターのロゴというか、キャラクターデザインで非常に人気なんですけども、これデビルキャットというキャラクター。デビルキャット。こちらですね。 えー、通常では先ほどと同じく下にトイマシーンって書いてあるんですけど、ここがシプリムに置き換わっているというデビルキャットの T シャツ。この可愛いですね、えー。そして T シャツあと2カット、ウェルカムトゥヘル。えー、これは先ほど言ったウェルカムトゥヘルというビデオがあったんです。スケートビデオがあったんですけれども、えー、それの画像、画像じゃないパッケージですね。えー、このビデオの え、プロモーションビデオのパッケージ、スケートビデオのパッケージデザイン、そのまま落とし込んでいると。このまま、これですね。ウェルカムトゥヘルスって、あの、スケートボーダーが上をピューっと飛んでいくような絵になっておりますけれども、それからイラストのキャラクターなんかも入っているというデザイン。そのままパッケージデザインを落とし込んでいると。えー、カラーはこれは4色で出ると、グリーンなんかも入っています。そして、フィストティー。これはすごい面白いですよね。 えー、トイマシーン、シュプリームって指のところにタトゥー入ってるんですけど、指何本あんのっていう、これ10本ぐらい指ありますね。右手10本、えー、左手がシュプリームだから7本か。えーと、5指出たら8本ですね。すごいですね。で、タトゥーみたいに、あの文字が指1本1本に入ってると、トイマシーンとシュプリームって、これ非常に面白いデザインのスケートブランドならではのデザインと言ってもいいんじゃないかなと。ユニークなデザインですね。 フィスト T というのも発売になると。え、それからメッシュバック5パネルは、これデビルキャットで、え、プレオパートの画面出ますし、グリーンも出ると。え、それから、アクセサリー。JBL クリップが出ます。JBL のこれポータブルスピーカーなんですけれども、JBL クリップっていうのはこういうもんですね。バックとかにこうクリップで、こう、ここで引っ掛けることができるという、え、ポータブルスピーカー。え、で、 このような感じで。まあ、大きさはそんなに大きくないちっちゃい感じのスピーカーなんですけれども、JBL のオフィシャルのサイトで、えー、価格見たら8250円。ということで。なので、比較的リーズナブルですね。JBL のスピーカー、このあの、これはあの、Bluetooth スピーカーなんで、そんな高くないと。有線のスピーカーはめちゃくちゃ高いのもありますけど、この Bluetooth は、 そんなに、あの、高くなくて、リーズナブルな価格帯のものが多いと。今回のこの JBL クリップも、インラインは8250円って出て出てましたので、まあ、15000円ぐらいかなという。まあ、一応トラ、トリプルコラボ扱いなので、まあ、少し高くはなりそうですけれども、価格も楽しみですね。これ可愛いですね。それからウェビングベルト、まあ、ガチャベルですね。ガチャベルモデルと、こう、バックのところに、 デビルキャットをデザインされているとレオパードとブラック。そしてデッキ。デッキは、この、正常期の、モンスターのキャラクターが描かれているデザインのデッキ。なんかも出てくると。アイテム全部で10アイテムかな ?12 アイテム。非常に多いですね、えー。たくさんのアイテムがリストされました。トイマシンとのコラボ、ハリントンジャケット、 それから、フーディー。そして、ワークパンツですね。これもかわいいですね。えそれから、ウェルカムトゥーのヘルの T シャツ。T シャツ3型ありますね。そして、キャップやガチャベル。そして、JBL のスピーカー、デッキなどが発売予定となっております。えこちら、ウィーク4。3月9日発売予定です。そして、レギュラーアイテム。レギュラーアイテムは、MA1。ベスト付きの MA1 が出ますね。 えー、早速見ていきたいと思います。2-in-1 MA-1 プラスベストということで。これはベストと MA-1、えー、くっついてるんですけれども、取り外しして別々に使うこともできると。エシプリムのロゴがバックに入ってますね。えー、これはフライトジャケットの名門と言われるアルファ社製です。アルファ社製のアイテム、今シーズンは立ち上げでフューチャーのフィッシュテール出ましたけれども、えー、MA-1 ジャケットも非常に有名なアイテムです。で、 ベストの方のバックにこのシュプリムのロゴがトーナルで入ってるんだね。これね。これネイビーはネイビーで入ってると。ネイビーはインナーがオレンジ。で、ブラックはブラックなのかなえそしてブラックですね。ブラックから。この2色で出ると。ブラックはオリーブなんですね。オリーブカラーになってると。えそしてルーズフィットミニプラッド SS シャツ。まあ、これはシンプルな え、チェック柄のコットンシャツルー。ルーズフィットシルエットということなんで、まあ、見幅広いんでしょうね。ルーズフィットシルエットのシャツ、コットンシャツ。半袖の。え、それから、サロベーションジップアップフーディー。え、これ、カラーによって、ここの左胸の、えっと、テキストデザインが違うんですね。 右側、それからバックは一緒。シュプリームチーム2024シーズンって書いてありますねで。バックはこのスクリプトロゴのデザインは一緒ですね。シュプリームサラベーションという2024ってこれ入ってますけれども、えー。カラーによってここのテキストが違う。テキスト文字はちょっとあの、あ各アイテム画像がないんでよくわからないですけど、今のところは。またアイテム画像を出次第見ていきたいと思いますけれども、カラーはこの5色。 イエローとか、ライトブルーとかも入っていると。えそれから、超ズンワンベー s ン n One b a s e b a l えーこれは架空のスポンサーワッペンということで、スポンサーのワッペンがこう、いろいろついてますけども。まあ、これはあの、シュプリムーム、えシュプ、テルとか、そういうなんか、あの、これインテルのマークなのかなえまあ、その、その、ちょっとパロディ的なワッペン。スポンサーワッペン。えインタープリームとか書いてありますね。 インタープリームエンタープライゼーズとかって書いてありますけれども、そういう、あの、架空のワッペンがたくさんついたベースボールジャージですね。デザートカモなんかも出ますね。ベースボールジャージでこのデザートカモっていうのは非常に珍しいですね。あと、ブラックとネイビーカラー3色で発売予定。それから SS ポケットティーえーこれは定番のアイテムですけれども、今回はこの今、タイガーストライプえが出ると。 え、ポケットのところに刺繍で、シュプリムのクラシックロゴが入っているよという、まあ定番デザインですね。カラーは非常に多くのカラーが10色ぐらい9色出ます。ピンクとかグリーンとかもありますね。え、それからウォームアップパンツ。ウォームアップパンツがデザインちょっと今回から少し変わりましたね。え、いつもはここの裾のところにロゴが両サイド入っているデザインなんですけれども、今回はちょっと違うと。 定番のアイテムですけれども、定番素材とかは一緒ですけど、サプレックスナイロン製、えー。少しデザインが変わって、今回からジップでこう、サイド全部ここのウエストまで上げれると。えー、開くという仕様になっております。そして、えー、ロゴはこっちのサイドに来ましたね。ここ刺繍で入ってると、えー。前はここの裾、両側に入ってるデザインだったんですけども、今回から少しデザインが変更になっていると。 で、カラーはこのブルー。ブルーはこれ何柄なんだろうえー、ちょっとあの、ワニ柄みたいな感じのデザインですけれども。ちょっと何柄なんでしょうかねこれね。えー、とかっていうブルーと、以外は単色のカラーになっていると。えー、オレンジとかグリーンとかパープルとかその辺のカラーも入っていると。えー、定番の2ブ,ルブラックとホワイト。その辺もあるという。 えー、ウォームアップパンツ。少しデザインが、えー、変わりました、今回から。えー、そして、え、キャップ類。ウォッシュキャンバスキャンプキャップ。えー、これウォッシュ加工している、えー、カガラの、え、キャンバスキャンプキャップということで、少しちょっと色合わせたような雰囲気に仕上がってますね。えー、カガラ3色。オレンジカモとかね。えー、この、ネイビーのカモガラとか、その辺のカモも出てくると。えー、そこブラックは単色ですね、これね。えー、ニューエラサルベ、 ションビーニーという、先ほどのフーディーのデザインを落とし込んでいるカラーによって、このサイドのところの花粉のところのテキストが違うというビーニー、ニューエラビーニーも発売予定と。カラーはフーディーと一緒なのかな一緒っぽいですね。えー、ということで、レギュラーアイテム全部で今のところ8アイテム。1、2、3、4。 8アイテムがリストされております。この他に追加になってくる可能性もありますので、まあ、今のところコラボが12と、えー、レギュラーアイテム8なので、20アイテム出ますんで、えーまあ、追加になっても1つか2つぐらいでしょうけど、えー、ということで、 ウィーク4発売アイテム見てまいりました。今週はトイマシンとのコラボですね。えー、非常に可愛らしいアイテムが多いということで結構人気になりそうですね。スケートブランドとのコラボはさっき言ったようにスプリスラッシャーとかアンターヒーローとか結構人気になる、えー、ことが多いので、えー、今回も結構人気になりそうですね。非常に、えー、キャッチーというかポップで可愛いアイテムが多いということで人気になりそうな週になりそうです。ということで え今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。